はい、こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もの生物人間ではアプリ2019ではなかったよー。上で2020でしたね。はい、これね、わざとやってるように聞こえるかもしれないんですけど、マジで毎回ね、もう慣れなんですよ、これ。もう慣れでこのね、みたいまでが全部流れになっちゃってるんで、ごめんなさい、間違えてしまったんですけど、本日ですね、ウィレ 2020PS4 版ということで、木曜日 FP ガチャ新しくやってきましたので、そちら解説していきたいなと。解説、いや解説はしないな、普通にガチャ引くだけなんですけど、やっていきたいなと思っております。まあちょっとね、残念ながら今の時期アプリでは来ないので、はい、今回はですね PS4 版でやっていきたいなと思っております。で、実はですね、僕まだ内容全く見てないんですよね。はい、なので初めてのリアクション、やっぱ初体験ってさ、いいリアクションできるじゃないですか、っていうところをですね、皆様に共有できるような、そんな動画にしていきたいなと思っております。もう赤裸々に初体験を全て語っていく形ですね。はい、ということで行きましょうか。マイクラブ始める。さあ早速ね、もう五択は抜きにしてどんどん進めていくスタイル。もうここでわかるよね、多分来るよね。ライブアップデート適用しています。さあ適用している。さあ適用後に来るのは、さあまあでもちょっとこの画面ではあんま見たくないな。ちょっとここ目つぶりますね。今目つぶってます、目つぶってます、目つぶってます。進めます、進めます。もう大丈夫かな。え、まだもういないよね。オッケー。ああ、やばい、いたけど見てない、いたけど見てない。オッケーオッケーオッケー。さあ8日目の、デイリーボーナスいただきまして、まだ見てないからちょっと一瞬ね目に入ったけど、見てはないで、まずはじゃあエージェントのところ行くか。いきなりね、エージェントのところ行ってみます。トップエージェント、スペシャルエージェントだよね。あー、いるねいるねいるね。うわー、てかもう、あ、てか1個しかないんだ今回は。やっぱりあれだね、木曜日に1個 FP が来て、また月曜日に来るのかな。今週どうなるかわからないですけど、まあ月曜日にクラブセレクションが来るみたいな流れがですね、一般的になってくるのかなっていうのはもうほぼほぼ確定なのかな。てかさ、週2回 FP 来るって配信者としてもめちゃくちゃ嬉しいですよね。たださ、そうちょっと思ったんだけどさ、これこんなペースで来てたらさ、アプリでも無課金の方超きつくなりそうじゃないですか。で、実はここからね、後取りしているんですけど、結構大事なことなので一つだけお話しさせてください。で、木曜日にですね、今日みたいに1個来るじゃないですか。で、月曜日に前回4つ来て、来週もですね4つクラブセレクションが来るんですよね。っていう風になると、毎週5個のですね FP ガチャが来てますと。で、1回300コインなので、まあ一応1週間に1500コインに消費していくペースになるんですよね。で、もちろんですね、全部引かなくてもいいっちゃいいんですけど、来週とかだってアトレティコ、レアル、ユナイテッド、アーセナルでしょ。全部引きたいじゃないですか。ってなるとマジでコイン超貯めておいた方がいい。だってさ、これ全部引いてたら、これ発売2週間で3000コイン消費してるからね。まあアプリで言うなら10月にアップデートして11月の中旬にはもう3000コイン全部溶けてるのと同じ話になるので、もちろんですね、どのガチャを引いていくかっていう見極めがすごい大事になるっていうのは前提の上、もうとにかく今のうちに貯めておくのすごい大事だと思いますので、皆さん今の時期は頑張って、あのリアルでも貯金苦手だよって方たくさんいると思うんですけど、ここは心を鬼にして、 アップデートまでですねコイン貯めておくの大事なんじゃないかなと思いましたね。まあもちろんね、絶対アプリと同じになるってわけではないですけど、まあ傾向としては似てくると思いますので、貯めておくこと大事なのかなと思います。じゃあ中身見ていきますか。いきます、来い。さあ、おーおーおーおお、金多くない？金玉 45.5%、 2回に1回金玉が出てしまう確率。わあ、結構渋いね。これ週間 FP にしてはかなり渋いような気もするけどね。さあ獲得高リストいきます、ゴー。さあどうどう、おーおー、ロリス、おーおー、すげえすげえすげえ。待って待って、あ、てか、え、背景ちょっとダサめじゃない？え、どうしたどうしたどうした、ちょっと背景背景こんなになっちゃうの？週間 FP なんか違うな、これ。なんか違う感あるぞ。なんで蛍光色、蛍光ペンみたいになってるけど。おお、ロリス、メルテンス、タグリアフコ、パンジャマン、アンドル、あ、ハーリットだ。銀落ちしちゃったけど黒玉できたね。ハーリット、アダム・マヘル、あー、エイブラハムね。まあまあまあ来るよね。マレン、グーシャル・ジャド、グーシャル・ジャドってマジでノーベルコアみたいなね。あ、待って、パティいるじゃん。パティやばいでしょ。うわ、レベル上限70、70はえぐいって、これやばい、70はやばいぞこれ。おーっと、これはコモガンも一応5あるし、うわこれやばいんじゃない。ちょっとパティはやばい、ちょっと今回大目玉になるんじゃないかな。能力、あー、まあまあまあスキルちょっと少なめですけど、出発99、1レベルで99、やば。うわ、パティすごいね。だって16歳だっけ、17歳か、ギニアビサウね。うわすごいね。あとはロリス、まあメルテンスとかはやっぱトップレアクラスなんじゃないかな。やっぱ強いね、スパサブ持ってるし、スキル豊富だし。いやいや、いいっすねいいっすね、さすが。あと髪型がいいね、このさ金髪っていうか白髪わかんないけど、このメルテンスいいな。あとロリスか、
ロリスはあクリアリングやっぱ相変わらず低いんだよね。コンガンどうなってる？あ、コンガン6まで上がってるんだ。まあまあまあいいね。ロリスはいい感じ。パジャマだけど。まあぶっちゃけね、これアプリで来たらそんなおすすめはしないかもしれないですけど、まあ今の時期ね、とにかく FP で強い選手手に入れること、あの初っ端すごい大事になってくるので、まあここは引くしかないかなと思っております。さあということでもう行きましょうか。結構見たので、いやーちょっと黒出てほしいな。待って待って待って、これさ、まあ、イブラハムとファティだったらまあまだいいかなって感じするけど、まあ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 しっかり黒なんとか、まあでも黒でもいいってもんでもないけどな。ちょっと一回さ、一回トップエージェント引かせて、一回トップエージェントで波作らせて、フォワードいきます。一回だけね、一回だけ、ワンチャンワンチャン、先っちょだけ引かせてください。いきましょう。さあここでね、ここでしっかり黒出して流れ作って、はい、 FP ガチャに挑んでいくと、そんなスタイルでいきたい。おっと、どこだ？おーっと、中国か？これは、中国の風！さてと、行くか。FP ガチャ。僕の狙いはやっぱメルテンスかな。でも、パティとかもやっぱ欲しいな。話題性も今すごくあるしね。さあ、行きましょう。1回目。ってことは、まあ、金でもそんな落胆する必要はないって感じかな。さあ、行きます。さあ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 、来るか来るか。でも、週刊 FP はさ、ユニフォーム出た時点で、お、来た。さあ、どこリーグどこリーグ大事。これはオランダリーグ。オランダリーグ。おー、黒玉。ね、ちょっとオフェンシブミッドフィルダーの選手だよね。名前出てこないな。さあ、アヤックスか。あ、違う。タグリアフィコだ。タグリアフィコですね。なるほど。おー、まあ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 、いいんじゃないかな。左サイドバックは今、ロバートソンいるので、タグリアフィコ選手、ありがとうございます。なんか2017の時にめちゃくちゃ強かった印象ありますね。さあ、2回目いくか。タグリアフィコか。なるほど。今回の中だと全然悪くない引きではありましたね。オッケー。さあ、2回目いきましょう。お願いします。かぶりなしで黒玉いきましょう。かぶりなしで黒玉。さあ、マイクラブ。さあ、どこの風が吹くのか。嘘、待って。おー、イングランド、イングランド。あっと、エイブラハム、どう。お、黒玉、ロリスか、ロリスか。まあ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 、僕もね、ロリー好きなので、ロリスありがとうございます。オッケー。まあ FP ゴールキーパーは初めてかな、なんだかんだ。おー、わー、嬉しい。ちょっと焦点が合ってないけど、ロリスかっこいいよね。トッテナム、オッケーオッケーオッケー。ちょっとどう、ここまでの引き。100点満点で言ったら、まあでも黒2回出てるから70点ぐらいは取れてるかな。さあ、最後はメルテンス引いていこう。メルテンス引きましょう。いきます。さあ、泣いてもラストもラスト、いきます。さあ、入っていく。頼む頼む、お願いします、お願いします、お願いします。まずはイタリアのところにビューンって行ってほしい。イタリアの風を吹いてくれ。この前散々イタリア引いたんだから。うわー、嘘だろ、待ってくれ。これは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 、うおっと、金か。かぶりはしなかったけど、かぶりはしなかったけども、あー黒は最後は出ないということで、はい、名前がドニエル・マレン選手ですね。いやー、どうなんすかね、センターフォワードでウィングストライカー。ゲッツ。なんか目細めてる。なんか目かわいいな。かわいいな、なんか。マレン選手か。どうなんだろう、能力。ウィングストライカーで、右、左ウィングだけか。スピード瞬発すごいっすね。おー、つか48まで上がるんだ。スピシュンはカウントしますね、これ。ドリブルボールキープ。まあ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 、混乱後で。まあ、75点くらいかな、今回の引きは。どうだろう。他の実況者さんがどんな引きしてたかも結構見てみたいところですけど。さあ、ちょっとだけロリスとか育成してもいいかもな。このさ、アプリでもこういうソート機能めっちゃ欲しくないですか？これ結構便利なんだよね。入手順とかさ、コストとかレベルとかでいろいろ分けられるからね。さあ、これポジションで、高順でいいかな。あ、高順じゃなくて小順でしたね。これいつもどっちか分かんなくなっちゃうんだよね。高順と小順って日本語難しいよね。いや、僕だけか。さあ、何人かじゃあトレーナーしていきますか。さあ、ちょっと育成してみる。育成、ウーゴロリスを育成していく。でもね、これだとちょっとまだトレーナー足りない気もするけど、これさ、全選択とかできないのかな。さすがに無理か。今全員選択したんですけど、一応予想レベル17なので、これね、爆発すればいけんじゃないかな。さあ、いきます。ウーゴロリス選手、よろしくお願いします。うちの守護神来い。おお、9万2000近く入りましたね。てかさ、この画面いいよね。この僕の PSO のさ、しっかり成長していく画面大好きなんだよね、このね。さあ、21いけない気がするな、これ。なんかいけない気がする。いけるかな。いや、無理だな、多分。18か19で止まる気がするけど。おお、まあ、ほぼレベマって感じでいいんじゃないかな。4394だしね。なるほどね。見て見て見て。ここまで行くんだ。キック力90で、ジャンプ90。ああ、なるほどね。てか、まあ、これで十分な気もするよね。てか、やっぱさ、FP のゴールキーパーってさ、一人いれば十分だね。うん、一人いたらその次いらなくなっちゃうな。うごー、ラリス。
いやでもレベル上げな、この前ガチャめちゃくちゃ引いたから、それトレーナーにしては結構上がるってことが発覚しましたね。はい、ということで、今回はですね、まあ一つしか FP ガチャなかったので、割とサクッとした動画になったかなっていうところなんですが、はい、こんな感じでガチャ終わっていきたいなと思います。また月曜日にクラブセレクション出たら何かしらね、ガチャ動画上げていきたいなとは思ってるんですけど、はい、ごめんなさい。なんかガチャしか上げられなくて、ちょっとずつね、あのライブイベントだったりとか、あとランクマッチだったりとか、あの、プライベートで進めていきつつ、マスターリーグとかもね、実況していきたいなとは思ってますので、はい、楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。ではですね、今回の動画以上で終了していきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、そして高評価もしていただけるとすごく嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。